皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、聖剣伝説2シークレットオブマナー実況プレイのパート2やっていきます。スコーピオン団から水の種子を取り返しました。これからね、水の神殿に向かって祭壇に戻したいと思います。ルーム側と戦ったからね、ボスラッシュということでね、ちょっと武器の熟練度とかレベルとか上げるタイミングがなかなかないんだけども、まあ、いけるようであればもうガンガンいっちゃいたいと思います。パスピアも強化。レベルの状況確認と。うん、今んとこあれですね、ムチ以外は全部レベルが上がりましたね。なんかムチだけレベルが上がってなくてちょっと取り忘れてないか不安になるな。よしよし、いや、進もう。道中で少しでも経験値稼いでこう。この辺ですよな。大して経験値入ってねえ気すんだよな。主にの武器とかの熟練度に関してはさ、魔法レベルも上げないと。ただまあ、魔法レベル上げに関してはね、素晴らしい場所にもうすぐ行くことができるんで、魔法レベルはそこで上げればいいと思うんだよね。攻撃魔法以外は。いらっしゃい、水の神殿。さて、おっと、モンスターが。ちょうどちょっと稼ごう。少しでもいいから。
なんか年湧いてる。よしよし、おっ、サギン。攻撃とか投石系やってくるやつの攻撃力って結構高けんだよな。弓でいいか。忙しいな。いいことだ。わーっ、いてっ、早く治って。アメちゃんしかぐらい上でしょ。よし、諸君、私はバンドール帝国のゲシュタールだ。さあ、ルサルカを助けたくば、その種子をこっちによこせ。やめるんじゃ、逃げろ。しょうがねえよな、まあ、後で取り返せばいいんだ。いい子だ。我々としても、種子はここにないと困るのだよ。ただし、封印を解いた状態です。やめるんじゃ。さて、ではそろそろ失礼するとしよう。お礼に私からペットをプレゼントしよう。せいぜい可愛がってくれ。いや、ありがとうございます。いいプレゼント、畜生め。これ買っちゃうな。食らわねえんだよな、基本的に。まあ、レベル上がってないから。今魔法レベル上がったからいいのかな、近かれ。あ、やったー。いや、待ってちゃった。結構強いな、やっぱ。
クマス。逃げてこなかった。これ好き。いや、せっかくだから全体あげよう。指輪のパワーアップ。みんな腕を上げたな。帝国の奴らはすでに引き上げてしまったようだ。パンドーラにも帝国の放ったモンスターが襲ってきたが、なんとか退けた。俺はその時手に入れたものだ。お前たちに授けよう。やるじゃん。めっちゃのパワーがアップ。さあランディよ、帝国が動き出した今、少しでも早く政権を復活させるのだ。私は本国に戻り、帝国の動きをできるだけ食い止められるように動こうと思う。もし要塞が蘇ってしまった時には、政権だけが世界を救うことができる唯一の希望だ。フォトス村の大砲屋に話はしておいた。彼に頼めば上の大地へ飛ばしてくれるだろう。さあ、聖剣で再び種子の封印をしておくれ。オッケと政権が共鳴した。帝国が種子を狙って動き出した。もはや一刻の猶予もならん。世界一の鉱山、満天山の賢者ジャッハに会い、真の勇気を身につけるのじゃ。そして世界中の八つの神殿すべてを回り、政権を種子と共鳴させるのじゃ。長く険しい旅になるじゃろう。だが決してくじけるんじゃないぞ。回復はしてくれないんだね、もうね。宿で寝ろってことか。よし、ではいよいよ上の大地ってとこですかね。無知と弓強化したいけど、まあ、先に進んじゃおうかな。ちょっと進んだところでも一応強化できるからね。先進んじゃうとさ、しばらくこっちに戻ってこれなくなっちゃうから。今のうちにある程度用意はしておきたい気もするけど、MP も回復してもらってないしね。
いらっしゃい。どこ行く？どこでも。タマだ。いろいろまず準備を整えよう。一回パンドーラまで行きます。回復と、主に回復だな。MP ないからヒールウォーターなしは辛いでしょう。新しいところで一泊10ルクですが、お泊まりになります。そういえば、はい、ロームに奥様って言われて訂正しなかったこと許してないんだからね。え？なんだ姉ちゃん、まだそんなこと覚えてたのか。なんだじゃないわ、大事なことなの。私にはディラックっていう心に決めた人がいるんですもの。分かってる分かってる。まあもう過ぎたことだし。それにまだディラックと結婚したわけじゃないんでしょ。当たり前じゃない。ならいいんじゃないの。ダメよ、いつどこで誰が聞いてるかわからないじゃない。ディラックが知ったらきっと悲しむわ。そういうものなの。もうランディはこういうことに本当疎いんだから。あ、それよりノームで思い出したんだけどさ、マナの種子ってなんか美味しそうだよね。おい、それ今する話じゃないでしょ。さあ、じゃあ行きますか。ちょっとね、ムチと弓強化してないけど。いらっしゃい。どこ行く？上の大地だって広いからね。ここから届くのは大森林までだ。さあ、大砲に入ってくれ。大森林か。ポポイの家はこの辺りだろ。やっと戻れるな。さあ行こう。あれ、しまった。今の着地のショックでまた忘れちまった。おいおい、ドジね。しょうがない、みんなで探しましょう。笑ってるよ。泣いてるんだよ、流れ物のモ
ったらしいよ。なるほど。そいつは難儀だ。じゃあそれを懲らしめに行きますか。どこに行けばいいんだ。早速ラビが強い。新天地となるとラビですら強い。お、なんか新しい装備が高いんだよなこいつ。思いっきり足元見てっからよ。サンダースイバーは辛いな。あいつらって何と戦ってるんだ。もしかして敵がリスポーンする場所に反応してんのかな。龍馬のより強いね。この棒となるやつ。魔法はね、敵がいるときに使っても経験値いっぱい入るから考えていこう。一回ここらであれだな、レベル上げとかしてもいいかもしれないな。武器レベルとか熟練度とか上げてる、あの魔法の熟練度とか上げてるうちにマシになるでしょう。よしよし。
倒し直しだ。しまった。まあ、いいや、いい経験しかじゃなる。これるだろう。あ、そう、ちびっこハンマーもらっていくの忘れた。いやあ、こうなったら俺もとことんついていくぞ。聖剣の成長が気になるし、いい修行になりそうだ。頼もしい仲間、ある意味で。待ってたよ。ちょっと待って、そこの宝箱まず先に開けるわ。斧のパワーがアップ。よっ。グローブのパワーがアップ。いや、結局ニキータの店を利用するしかねえのか。待ってたよ。弓強化、ロングボウ、パワーグローブ強化、モーグリの爪、バトルアックス強化、グローバー。旅に出たんだ。特別出張。しょうがない、買うか。いや、高えな。他にご用、またお。やりよし、旅に出た。特別とりあえずセーブして、今回はここまでにしておきます。さて、ではね、まあ、この上の大地といえば、本来ではポッポイの故郷がある場所のはず、まあ、ちょっとね、ここに来た時の衝撃で忘れてしまったみたいなんですけども、まあ、すぐね、その記憶も取り戻すでしょうから、次回はとりあえず、ポッポイの故郷を探して旅を続けていきたいと思います。はい、では聖剣伝説シークレットブマナ実況プレイのパート9、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。